豊田市立西穂美小学校は愛知県豊田市保健家級2丁目185番地にある公立小学校。豊田市北部の丘陵地に建設された団地内に位置する。1988年4月4日、豊田市立東穂美小学校から分離する形で豊田市立西穂美小学校が開校。校区は高層住宅の立ち並ぶ穂美団地と 北緑園、南緑園と呼ばれる分譲住宅地から構成されている。1990年代以降には、ホミ団地に日系ブラジル人をはじめとする外国人居住者が増加し、西ホミ、小学校では外国籍児童の割合が年々増加していった。2007年4月には、初めて新入生の過半数が外国籍となった。2011年度には、 外国籍児童が全校児童の56%となる約100人となった。2018年5月時点では全校児童252人のうち約68%の171人が外国籍であり、その90%はブラジル国籍だった。このため日本語学級等の国際化に対応した教育を積極的に取り入れている。 公立学校ではできないサポートを行うために2005年にはホミガン地内にブラジル学校のパウロフレーレ地域学校が開校した。運営は NPO 法人ホミガオカラテンアメリカセンター。パウロフレーレ地域学校は全日制の幼稚園、小学校、中学校を有しており、また成人向けの夜間部も有している。ありがとうございます。